あれも、はい、夜のレッスンチャンネルの班長です。マスターです。てっちゃんです。こんにちは。今回はですね、後撮りスタートになってるんですけれども、内容なんですけど、おそらくサムネイルにもなってると思うんですけど、今回新宿の大久保公園に立ちんぼにレッスンしに行ってきました。まあ、やっぱり立ちんぼって、まあ、結構黒寄りの、まあ、グレーゾーンになってくるんで、まあ、僕らレッスンチャンネルの名に恥じぬようにドラゴン桜張りにですね、ルールを勉強したんで、ガリ弁天ちゃんにそれを発表してもらいますので、よろしくお願いします。てんちゃんです。立ちんぼに関して知っておくべき知識をまとめてみました。あくまで当チャンネル調べですので、詳細知りたい方はご自身でお調べになってください。まずメインになる法律が売春防止法というもので、売春したり売春の相手になってはいけませんよというものですね。ここで言う売春というのが、対価を受けて不特定の相手と性交することを指すみたいです。なので夫婦やカップルは当然この法律の対象にはなりません。そしてここポイントなんですけれども、性交っていうのは本番行為のみを指すので、口当てはこの法律の対象にはならないとのことです。で、今回班長には潜入してもらうんですけれども、本番行為は一切しないという形でやってもらってます。立ちんぼがなくならない理由の一つだと思うんですけれども、売春自体違法なんですが、罰則はないみたいなんですよね。特に買う側に関しては罰則がないみたいなんですよ。まあ、でももちろん処罰に当たるケースはありますので、関連するところだけ触れていきます。まず勧誘ですね。公衆の目に触れるような方法で人を売春の相手方となるように勧誘することとあります。まあ、いわゆる立ちんぼがこれに当たるかと思うんですけれども、最大6ヶ月以下の懲役または1万円以下の罰金があるそうです。他にも売春の斡旋だったりとか、売春をさせる契約、売春をさせる業を営んでいたり、あとは売春と知ってて場所を提供するっていうところもですね、処罰の対象になるみたいです。で、最大で10年以下の懲役および30万円以下の罰金に処されることもあるそうです。他にも関連する法律ございまして、児童売春、児童ポルノ禁止法ですね。正式にはもっと長いです。これ簡単に言うと、未成年に対価を与えてスケベをしてはいけませんという法律です。調べた限りこっちは本当に厳しいし、罪が重いです。当然といえば当然ですね。これらを踏まえて今回気をつけることなんですけれども、まず死んでも未成年には手を出すなということですね。そして次に、つつもたせに注意しましょうということですね。つつもたせって何かっていうと、ホテルに入ってから怖い人が後から入ってきて、俺の女に手を出すんじゃねえなどと言って金銭を要求してくることをつつもたせというみたいです。これ実際にあるみたいなんですよね。信じられないドラマみたいなんですけど、これらのリスクに対してどういう対策を取っていこうかっていうところなんですけど、まず未成年対策として年齢確認はしっかり行いましょうということで、そしてつつもたせ対策としては、誰かに連絡を取る素振りだったりとか、ホテルを指定してくる女の子はちょっと危険なのでやめましょうっていうことです。万が一つつもたせの被害に遭ってしまった場合はですね、恥と社会的身分を諦めて110番しましょうということです。で、あれこれ知識を紹介させていただいたんですけれども、当動画は立ちんぼを推奨するものではなくてですね、あくまでリアルを皆様にお伝えしたいという一点のみで、体を張って今回潜入していきますということをあらかじめお伝えしておきます。はい、ありがとうございます。で、今回の動画ですね、ちょっと縦撮りになっちゃったりブレたりっていうのが出てきちゃうんで、まあそこら辺ももろもろ、まあ僕がやってることももろもろ温かい目で見ていただければと思いますんで、 VTR ドン。ここが噂の調べます。ハイジア前。あ、これハイジアな。これがハイジアなのね。はいはい。健康プラザだってね。この椅子ってことだよね。うん、この椅子。この椅子に座ってる。ネコフィット。有名なネカフェですか。あ、ここがかの有名な。ネット難民の女の子いっぱい。見た感じ3枚じゃない ?1、2、あと向こうの角にいる。角で2人組じゃない?え?じゃあ、そこに今2人いるじゃん。で、病院の前にいた1人。で、もう1人なんか声かけてるられてる女の子いて、4枚っぽいの。ほら、あれとかそうじゃん。おばあちゃん?今声かけられてんじゃん。ああ。ワンちゃんそうじゃない?ああ。行ったね、一人。いや、てかもうそこのガラス越しの人も二人いなくなってるからさ。ね、早いよ。すごいね。早いぞ。すごいな。
あそこも知見されてる。あそこも知見されてんじゃん。警察めっちゃいるよ。すごいね、マジで。お姉さん、そういう人っすか？あれですか？時間ある人っすか？割と。あ、割と？なるほど。なんぼの人っすか？自分から言ってない。自分から言ってない。あー。相場のぐらいなんすか？俺初めて来たんですけど。1とかじゃないですか？ 1 とか？あ、そうなんすか？意外と安いっすね。え、結構声かけられます？割と？可愛いから？ツインテールが好きなんじゃない？みんな。え、でもツインテールじゃない時から見たかな、寝てまだ2、3週間だけど。2、3週間やり始めて、でも多分今日で立つのはやめる。お店行くってこと？もうそもそも何もやらないって感じ。東京住んでて。あ、今東京住みじゃないの？うん。あ、そうなんだ。北関東みたいな。岩手。岩手？あ、そうなんだ。なるほどね。あ、今日やる気ない日だ。いや、お金が必要で、今日月末じゃないですか。カーにかけあって、あ、予算あるから、とりあえずの分だけやろうってなったら、充電がないから、とりあえず適当にダイブメーカーを使って充電抜きしたいと思って。ああ、なるほどね。どこまでの人なんですか、ちなみに。最高だな、外。ああ、なるほどね。何時までいるんですか？あ、そっか。あと友達が多分今行ったから。あ、そうなの？うん。とりあえず本当に最優先はタバコと充電。あ、タバコねえもんな。なるほどね。ちょっと俺あと10分間どっか回ろうと思ってるんでね、で、なんかいい子で安かったらいいなと思ってて、めちゃくちゃ今初めて声かけたんだけど、ちょっとぐるってきてもしかしたら連れてっちゃうかもしれないけど、それでもいい？いい。オッケー。で、ちょっとぐるっと回ってくる。あ、ちなみに時間ってどれぐらいなの？1時間。普通1時間なの？1時間、できると2時間とかじゃないですか、ショートで。ああ。だから私は1時間とか1時間半とか。ああ。なるほどね。そこら辺の子は全然2で30分とかもいるし。え？そうなの？めっちゃ安いじゃん、そしたら。損してるじゃん。可愛くて、可愛いのに捕まらない子は、そうなんだ、ありがとう。じゃあちょっと旅でやってくるね。うん。はい。何歩ぐらい？なるほどね。え、もうそれ以下は考えてない。どんな距離を持ったっけ？最低2で1時間。最低2。ああ。生外に？ああ、そうだ。いや、なんかさっきもうちょっと切れてる子が1時間半に切ってた。いやな、そうだよね。え、結構入ってる。めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ、私この近くの店知らないんですけど。いや、俺もね、実は初めて来たんだよね、ここら辺。ああ、私もなんか、この通りにホテル。あ、これ全部そうだね。全然わかんないもん。全部似てる。
全然わかんない。一切ありません。本当に。これ辺では食べてないの。この辺かな、いつもは。ツイッターで募集して、グランプリ様作品と、東こんなことあるいや、東の近くのホテルに泊まって、そこでツイッターで探して。あ、そういうこと？はい。手払いしなきゃいけないの今日。うん。あ、うん。うん。コンカフェ的な？え、なんかバカ。バカ？カラオケしながら。なんかバーのためにも頑張るけど。うん。普通にこの仕事が一番稼げるし。どのぐらい稼げるの？月80から100。ああ。でやってるんですけど、うん、DM 全然来なくて、いつも来るんだ、いつも来る、裏アカみたいな感じで、そう、そういうアカウントを作って、なんか、まだ釣りなのか本当なのかわかんない、どうやって見る、なんか着いたらそこの写真を撮ってください、で、確認できたら行く感じだと、バックレーの2人、なるほど、私の、めっちゃ若いって言いますよ。あ、そうなの、すいませんね。え、10万くらいですか？いくらですか？いや、その子は、うん、1つしか言えないで。しか言えないで、うん、口が綺麗。ああ。で、なんだろう。でもなんか、若い子が好きな人いるじゃん。ちょっと怖いね。はい、じゃあお疲れ様です。あ、お疲れ様です。そうです。いやー、言っちゃいましたね。闇が深いです。闇が深かった。闇が深いです。闇が深いと。じゃあね。はい。まあ、声かけたと思うんだけど。はいはい。どうだったんですか、手応えの方は。まあ、合計声かけれたのは2人だったんですけど。うん。1人目は、近くで見たらちょっとぽっちゃり系な感じ。でも、まあ、痩せたら可愛いんじゃないかな、みたいな感じの子だったんだけど。うん。今日撮ってるのが、月末に撮ってるんですよ。31日か。でね、やっぱ新宿の闇が深いところは、その子は、飲み屋さんに、ツケがあるんだよね。なんとか返さなきゃいけないから、必死に今日は頑張ってるんだ、みたいな感じで言ってましたね。で、その子は1万円って言ってたんでね。ホテル別で。生挿入の、外出し。で、1時間から1時間半でやってるって言ってたから。それで1万か。うん、まあ人によるのかもしれないんですが、はい、こんな風に言ってましたね。で、まあ2人目の子は、ビジュアル系バンドのあのちゃんみたいな感じの子。はいはい、そう。で、下にピアスが開いてて、なんかもう牙みたいなのつけてるような感じの子で、牙ついてた。マジか。うん。ツインテールの黒髪に、なんか一部だけ紫色が入ってるような感じの、まあ、闇深な子。結局その子とホテルの方に入ったんですけど、はい、年齢確認するの忘れちゃって、うん、やばい、これホテル入ったはいいけど、何もできずに終わるかもしれないって思って、うん、急いで年齢確認はしたら、はい、あ、今いくつ？今18です。今年19。一応未成年じゃないっていう感じで、はい、その法律で守られて18歳以上の方、だからまあ政府っていうところで、はい、まあ一応一安心はしたんですけど、はい、そもそも、なんかツイッターでいつもそういうのを募集してたらしくて、はいはいはい、立ちんぼ的なのは、ほぼやってなかったらしいんですけど、うん、こことかも初めて来たらしいんですよね。で、ツイッターの相場って結構高いらしいんですよ。で、その子は今日、提示されたのは、ゴム付き2万4千円、はい、生外出しは4万円って言われたんですよね。おまあまあ高いじゃない、うん。でも、結構ディスカウントしてくれたんですよ。なるほどね。うん、で、2でいいよっていうところで、はい、まあ、個別ですけど、はい、ホテル別で、まあ、入ったって感じですね。新宿の闇を結構聞いてしまって、はいはい、めちゃくちゃ闇抱えてて、その子。はい、まず、腕には、その、うん、まあ、みじん切りした跡があったんですよね。結構、はいはい。で、まあまあ、その時点でちょっとまあ、闇だなと思いつつ、まあ、その、やっぱり気さくに話してくれるから、自分の素性とかも結構話してくれるんですよ。で、もともとは、その、ツイッターで、そういうのを募集してて、まあ、相場、まあ、3から4ぐらいでやってますよ、みたいな。ここで。うん、で、まあ、今日はたまたま、捕まえられなかったから、足で稼ぐみたいな感じで今日来てたんですよね。なるほど。で、別に聞いてもないんだけど、結構ぶっちゃけられて、
今日、どうしてもお金が欲しかったと。で、月末なんですよ、今日。結構通ってるバーがあるらしくて。うん、で、そのバーで、まあ、推しメンがいると。男性のキャストで。うん、はいはい。で、その子は今3位だから、うん、なんとか、まあ、1位は狙えないにしても2位まで、お金をつぎ込んであげてあげたいみたいな。はいはい。その感じで、今日稼ぎに来てるみたいな感じで。で、しかも私、彼氏もいるんだ、みたいな感じで言われてて、で、2個上の彼氏らしいんですよ。その、まあ、彼氏は、要は紐。で、生活費も全部払ってあげてると。しかも、その、推し面にもお金をめっちゃ使ってると。だから、お金は残らないけど、人生楽しんだみたいな感じなんだよね。推し面も彼氏がいることを知ってるし、彼氏も推し面がいることを知ってるし、こういう仕事をしていることを知ってるらしいんだよね。はいはい。そう、だから、その、彼氏と推し面自体は結構なんか仲悪いらしいんだよね。で、彼氏に、今日いくら売り上げ出たよって話したら、お、頑張ったね、みたいに言ってくれる、みたいな。うん、結構闇じゃん。闇すぎるだろう。っていう感じで、なんかその、なんかもう聞いててちょっと心が痛かったんだけど、っていう方でしたね。アンダーグラウンドだね。アンダーグラウンド。新宿は闇が深いね。いや、新宿は闇が深いっすね。ね、だいぶデリケートなところに足を踏み込んでしまったかもしれないですね。そうですね。まあこれがね、まあ、動画にするのをやっぱね、我々チームもちょっとね、戸惑ったんですけど、うん、まあ一旦やってみようと感じで。ということで新宿の大久保公